大立隆は、バンダイナムコスタジオのプロデューサー。美術の教員になろうと考えていたが、ナムコの映像作品、未来忍者系運気をし外伝が展開していた、メディアミックスに、改眼し、今後そのような作品が作れるのなら、映像の部分を作ってみたいと考え1991年に、ナムコに入社。しかし入社すると、映像プロジェクトがなくなったことを知らされたという。 グラフィッカーとして CG プロジェクトに2年関わった後業務用アーケードゲームの企画をやることとなりサイバーコマンドでデビューその後はアーケードチームでの活動やナムコナンジャタウンのアトラクションのディレクションなどを行う企画者が自由に様々な企画を考えるという場においてテールズ・オブ・ザ・ワールド・レディアント・マイソロジーの原型となるゲームをプレゼンしたそれが テールズ・オブ・シリーズのプロデューサー、吉住真の目に留まり、2年越しの試行錯誤により、レディアント・マイソロジーとなり、以後テールズ・オブ・シリーズに関わるようになる。吉住が手を挙げなければ、エース・コンバットの方に行っていたという。声優と俳優を区別して考えておらず、テールズ・オブ・ザ・ワールド・レディアント・マイソロジーさんのロックス役に、俳優の相場勇気を起用したのはそのことが、因している。 好きなキャラクターは変身キャラという理由でテールズ・オブ・ザ・テンペストのカイウス。ありがとうございます。